はい、どうも、皆さんこんにちは。パンケーキこと岸優太と申します。今回は最近熱くなっている武器、バケットスロッシャー、を使っていきたいと思います。ではガチマッチ行ってみよう。バケットスロッシャーという武器の強みは食い込んですね。この食い込んがね、凶悪すぎる。ポンパシャーって倒せる。ポンパシャーでブンバシャーでもうこれで倒しちゃうから、もうね、もうそこら辺のもう寿司コラとかはもう、ね、余裕でメタれますね。寿司コラ相手にいないけどね。必戦が2枚いる相手に。しかしながらバケツ使うのも初めてなんですよ。初めてっていうかガチマッチでバケツ使うのは多分初めてかな。ナイス。さあここでやられていくが、さあ厳しい展開。しかしながらまだ襟が取られていないので、ゆっくりと、いやーん、ブラスターに見られていく。ナイスやり。さあここでようやく相手が襟を取ってきた。うわ、一回エリアを取りに行きたい。いや、マジか。さあこれは厳しいか、これは厳しい状況か。さあ未だにゼロキルではある。さあこれで1キル、1キルを取っていき、さあここで一度取りたい、一度エリアを取りたいところ。いやー、交通事故。ナイスあれ。さあ左が相手が左に集まっている。ナイスあれ。しっかりと固めていきたいところ。1枚を落としていく。どんだけ先っぽに当たってもダメージ変わらないんですよね。それが強い。ナイスやり。そしてリードを取っていく。ナイス。ここでトルネードを使っていき、張っていく。バケットスロッシャーの強みを紹介しようと思ったら完全に味方ゲーになってしまうという動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか、していってください。ありがとうございました。